どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山家です。本日は毒親セルフチェックという話をしていきます。はい、毒親という言葉聞いたことありますかね。はい、これはですね、過去にこのチャンネルで取り上げたことはないんですけど、結構ね、毒親って何ですかとか、自分のね、親が毒親だったらどう対処すればいいですかっていうのを、例えば子供から本人からね、相談いただいたりとかって結構するんですね。なので今日はこの毒親の定義ですね、僕が調べた結果分かった定義と、あとはもしね、子供たちがじゃあこういったものにね、悩んでいたとしたらどう考えていけばいいのかってところまで含めてお話ししていきたいと思います。はい、まず、毒親とは何かっていうとですね、これ僕調べてみたら、毒になる親、一生苦しむ子供という本があって、スーザン・ホワードさんという方が書いた本なんですけど、ここから、発生した言葉だそうです。で、一応、定義としては、子供を支配したり傷つけたりして子供にとって毒になる親のことを毒親と、一般的には言われています。ただ、いろいろ調べていくとですね、人によって結構認識が違っているらしいんですね。で、もしこの子供を支配したり傷つけたりして子供にとって毒になる親のことを毒親と定義するのであれば、僕なりにこれ解釈すると、かなりひどい過干渉とかなりひどい放任が、をしている場合は毒親になるのかなと思います。ただこの動画を見ているね、お父さんお母さんたちにおそらく毒親はいないと思います。これなぜかというと、ここで僕が言うね、かなりひどいっていうのは、詳しくね、この後紹介するんですけど、本当にひどい場合です。基本的に僕がね、これまでに、1万組以上の親子を、の子育てをね、サポートしてきた結果、ほとんどの方は、どれだけ優秀なお父さんお母さんであっても、軽い過干渉とか軽い放任になってるんですよ。っていうのは、軽い過干渉っていうのはね、これ裏返したら、子供のことが好きだからこそつい言ってしまうっていうのが軽い過干渉なんですね。で、あとは軽い放任っていうのは、本当は子供のためにいろいろやりたいんだけど、つい仕事とか忙しくて手が回っていないっていうのが軽い放任なんですよ。ほとんどの方がこの状態ですよね。で、この状態でさえ毒親だとしたら、もう世の中にいる親は全員毒親になってしまうので、さすがにそれは僕違うと思うんですね。なので、この後詳しく紹介していくんですけど、本当にひどい場合だけが毒親というふうに僕は考えております。で、ただね、この動画を見ているお父さんお母さんたちは、さすがにそういった方は多分いないと思うってね、さっき言ったと思うんですけど、それはですね、なぜかというと、本当にひどい場合は、そもそもこんな動画見ないからですね。だから、自分自身はね、毒親だと、仮に思ってね、この動画を見たとしても、そこはね、気にしなくて大丈夫です。ただ、子供たちがこの動画を見ていてですね、自分の親が毒親かもしれないっていうふうに思われてね、見てる子は多分いると思うんですね。その場合は今日最後にお話しする方法でうまくね、対処していくってことも大事なのでね、自分自身を守るとやり方として、そこはちょっとね、ぜひ聞いていただければと思います。で、まず、先ほど言ったね、かなりひどい過干渉って何かっていうと、もう子供の行動をすべてコントロールしようとするっていう行動ですね。例えば、寝る時間、遊ぶ友達、進学先、服装、ゲームの時間とかを、もう子供の時間は一切聞かず、全部親が決めてしまうっていうパターン。そんなにひどい人いるんですかーって思うかもしれないんですけど、実はいるんですね。これはさすがにね、子供を苦しめます。なぜなら、もう自由が全くないからですね。いわゆる、もうなんだろうな、刑務所の中で生活しているようなもんですよね。もう全部、コントロールされるみたいな。これはね、苦しいと思うんですよ。で、さらにそこで反発しようものなら手を出されたり怒鳴られたりしたら、もうこれ心病んじゃいますよね。さすがにここまでひどい場合は、毒親というふうに言われてもおかしくはないかなと思います。で、もう一個、ひどい放任。これ何かっていうと、仕事が忙しくてね、つい手がかけられないっていうレベルじゃなくて、もう子供のことなんかどうでもいいと。もう自分さえ楽しければいいんだと思って子供に何にもしない方ってね、実はいらっしゃるんですね。もう悪いことをしていても何も言わないとか、生きるためのね、必要なサポートを何もしていないとか、いわゆる食事、家の片付け、仕事とかね。こういったことをしていないっていう方も、実はいらっしゃるんですね。で、その場合はさすがにね、毒親と言われてもおかしくはないかなと思います。で、なんでかというと、結局ね、じゃあ生きる、例えば悪いことをしていても何も言わなかったら、これ善悪がつけられない子になってしまうので、最終的にはね、子供が犯罪とかを起こしてしまうことにつながりますよね。で、いつか警察のお世話になってしまうので、やっぱそれは良くないと思うんですよ。あとは生きるためのサポートを何もしなかったら、本当に子供の命にも関わりますよね。本当にひどい場合は、例えば児童相談所に保護されるとかってことにも全然つながるんですよね。だから、ここまでひどい場合はちょっとね、改善が必要かなと思います。はい。で、もし、この動画を見ている子供たちがね、今実はこういうお父さんお母さんの元で暮らしてるんですよ。どうしたらいいですかっていう場合は、対処法はね、3つあります。まず1つ目は、もう身近な大人に相談するっていうパターンですね。どれだけひどいかにもよるんですけど、本当にひどいなって思う場合は、
あの児童相談所に保護、一時的に保護をしてもらうなどのやっぱサポートは必要になってくるんですよね、うん、で、学校の先生とか自分のおじいちゃんおばあちゃんとか頼れる人たちにね相談するっていうのが最初のステップになるかなと思います。で、まあ今すぐそこまでの対処法は必要ないけど結構精神的に苦しいよって方も多分いらっしゃると思うんですね。そういう場合はどこかのタイミングで逃げるっていうのがいいと思います。要するにまあ一応今すぐ逃げるほどではないけど将来的にですね例えば全寮制の高校とかに入ってちょっと親から距離を取るとか、あとは大学になったら一人暮らしね、これアルバイトとかしながらだったら一人暮らしできるので、そういった形で距離を取るとかっていう風にすると、いいかなと思います。まあこれね親を変えるっていうのはね結構難しいことなので、うん、基本的にそういう発想ではなくてもう距離を取るって発想の方がいいかなと思います。まあそれこそね10年20年経って自分のお父さんお母さんかね、まあ本当におじいちゃんおばあちゃんぐらいの年齢になってきたら結構変わったりすることもあるので、まあ、それまでは距離を取っちゃえばいいかなと思います。で、ただこの1番2番をやったところでね自分自身のこの心の辛さっていうのはなかなかね取れないと思うんですよ。でその場合はどうすればいいかっていうと、もう自分自身が本当に幸せな家族を作ってください。でそうするとねこの今までの苦しさが全部報われるようになるかなと思います。で自分がねやられて苦しかったことは絶対に自分の子供にはやらないようにしてください。うん、それをしないと結局ねこの毒親の流れっていうのがね止められないので、もうぜひねこの動画を見てくださっていたらもう自分の代でこれを止めるぐらいのね気持ちでやっていただくといいかなと思います。で、まあ、もしねお父さんお母さんたちがこの動画を見ていて周りにねそういった苦しんでる子たちがいたらぜひね、サポートしてあげてください。まあ、学校の先生とかにねちょっと状況を伝えるだけでも、まあ、学校の先生があとはある程度サポートしてくれると思うのでそんな感じで、やってみてください。ということで今回は毒親セルフチェックというねお話をしました。まあこの動画を見ているねお父さんお母さんたちはまあ多分いないと思います。ただ子供たちでね自分の親に苦しんでるって子は多分いると思うので、まあ、その場合はね今日お伝えした内容をやってみてください。あともうちょっと細かいね説明はホームページにまとめてあります。よかったら概要欄からホームページもチェックしてみてください。